フィッシュバッハタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムスタッドディー軍に、属す、マチソン。フィッシュバッハタールは、オーデンバルト北部に位置する。フィッシュバッハタールは、北は、グロースビーベラウ、南東は、フレンキシュクルムバッハ及びリンデンフェルス、西は、モーダウタールと境を接する。自治体としてのフィッシュバッハタールは、ビリングス、リヒテンベルク、メスバッハ、ニーデルンハウゼン。 ノンローと、シュタイナウの各地区からなる。1971年12月11日に、リヒテンベルクの上官礼拝堂で、町の境界変更条約の調印と、新しい自治体フィッシュバッハタールの洗礼式が取り行われた。この合併は、それまで独立した町村であった以下の4つの自治体の自由意思による合併であった。これらの地区は、長い間、地理的、 経済的、文化的に密接な結びつきを保ってきた。フィッシュバッハタールの議会は15議席からなる。リヒテンベルク城、カッツェン・エルン・ボーゲン博は1200年頃に城塞を築いた。1228年から、カッツェン・エルン・ボーゲン博ディーター4世は自ら、カムズでリヒテンベルクと名乗った。 ヘッセンダルムシュタットホーハク・ケオルク一世は1570年から1581年の間にこの城の基礎壁の上に上官を築いた。当時、この上官はこの渓谷一帯の象徴的、建造物であり文化的中心であった。この宣伝されたルネサンス建築には現在オーデンバルト地方博物館が入っている。ここでは1908年からリヒテンベルクで暮らした。 オーデンバルトとその人々の画家、ヨハネス・リップマン作品を見ることができる。1967年に完成したビリングス地区のプロテスタント礼拝堂は、カタツムリの殻のような形をしたコンクリート建築である。フィッシュバッハタールのいくつかの地区は、バス路線によって周辺町村と結ばれている。ありがとうございます。